はい、こんにちは、ひかりです。今回もね、スルガイ福袋の開封なんですけど、もう箱テーブルに置けないです。大きいんで。通常の福袋の箱よりも一回り大きいやつなんですけど、結構重かったらしたら、紙物じゃないからまだマシなんだけど、<laughs> DVD とかがめっちゃ入ってる。<laughs> CD とか <laughs>。だからやばいっすね。これも、まあまあ重い。まあまあ重い。本に比べたらマシ。で今回もね、スルガイ福袋センターで購入した、 えー、女性写真集10冊セット、8センチシングル30枚セット、邦画、洋画、DVD30 枚セット、アニメ、DVD いろいろ50本セット、VHS25 本セットのうちの、まあ、どれかがもう混ざって入ってます。<laughs> はい。まあ混ざっててもいいんだけど、開封動画はやりづらい。なので、まずこちらですね。バワン。もうアニメ、DVD かな。How to e トークポータブル。 バンプレスト。ノット・フォー・セールだから、これ PSP のおまけじゃない僕、俺の妹がこんなに買うわけがないのね。はい。まあ、アニメ DVD D に含まれるのかな。ちょっと、これ。よし。そして、あ、こういうの嬉しいけど、ねーって感じ。アニメ DVD D で、ヘタリアボリューム3か。ヘタリア見たいけど、2枚組でカードついてるのはめっちゃ嬉しい。 これは嬉しいな。クリアカードついてる。あー、これいいんじゃないこれはなんか、ハック。GU って書いてあるけど、リターナーか。なんか、1話見なきゃわかんないパターンじゃないそうだよね。<laughs> いや、今ね、荷物がねもう、もうパンパンですよ、撮影場所が。 これはでも映画なのかあ ?24 分だって。どういうことえー、1話しか入ってないのかなノットホ o ー s a だって。ノットホ o ー s a ーでした。なんかの付録だ。ハック。でもまあいいんじゃないこれ辺は。アニメ DVD だから予想はしててあの途中だけのやつは。で、夏目リュウジンの新作アニメ DVD ってやつ。まあキャストの座談会みたいなの入ってるからまあいいんじゃないかな。にゃんこ先生ととかね。 キャスト座談会。これもノトホーセールかなんかの付録っぽいよね。この感じ。おそますさんがね、入ってることを願って買ったんですよ。うん。絶頂エモーション2。ね。2だからね。まあ、ちょっとね、とこだよね。2だけあってもねっていうね。おお、予想外のいいのが入ってる。髪の毛入りだけど、ミスターインクレディブル、髪の毛入り。 ああまあまあ、これ持ってないな。でも見たことはあるんだけど。しかも、奇跡の2枚組です。やった。2枚組。これは今回当たりだな、今、あのとこ。そして、次がね、うん、エアー。古そうなアニメだけど、エアーの、なんか、DVD。はい、特別版っぽいけどね。 お値段はね、入ってないね。お値段が入ってないけど、エアのやつ。で、あ、なにこれフィギュア付きじゃなあっち、おーあーおーあーってなったおおーおーあーおーってなったら利用しようか。まずボックスだったわけ。で、おーボックスじゃんやったと思ってテンション上がって、でも4、5、6回でスペシャル回で落ち込んだわけ。ギャラクシーエンジェルね。 そして、またその後テンション上がったじゃん。なぜかっていうと、123が入ってた。これ、嬉しいな。456で終わりだったら最高なんだけど、これ。ギャラクシーエンジェル楽しめんじゃん。ただ、絶対な、789がありそうだよな。あと入ってないもんな。あっ、最近ね、見ようと思ったら見れなくなってたディズニープラスで弱虫ペダル見れなくなってたんですよ。だから3が入ってました。おっ。 せめて、あ、これ映画じゃないニュージーラレネーションあーこれはワンツーとかじゃないねでもまあ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 でこういうのも入ってんかい銀魂セブンシーズン3のセブンきついぜそっからじゃ分からんちなあこれ僕が見せた頃の手にプリだよねでボックスじゃん1枚しか入ってないボリューム1全国大会編 なーって感じじゃない惜しいって感じじゃないあーなんか、ハードオフのなんかジャンクコーナーでよく見分けるやつが結構入ってるこれ。めっちゃ入って、おそ松さん来ないね。まああれブルーレイなのかなまあマギだけどボリューム1っていうのは嬉しい。マギもね始まった当初テレビで飽きたよね。なんか見てた気がするちょっとだけ。あ、黒子のバスケボリューム8。これは困っちゃうぜ。弱虫ペダル。 これちこっちこれ番号書いてないからさいけんのかな鈴宮春日の消失劇場版かまあこれなら単体で見ても分かるようになってると思うようんまあいいんじゃないこれちょっと今仕分けしてないから適当に置いてますからねウソ <laughs> まとめられてるけどタイガーバニーと「進撃の巨人」のねウソそうだね なんかイルゼの手帳とタイガンド・バニーの何だろうこれあいい賞ってなってる一番くじの景品なんだこれスペシャル DVD だってえまあいいんじゃない一番くじのはね買うと思ったら700円ぐらいするわけだからそう考えたらいいなしかもねこのアニメ DVD いろいろ50本セット50本も入ってるのに1480円ですからね 安いですよね。どうなんですか安いんですかあー、これ嬉しい。これね、1本500円するのよ、定価は。トムとジェリーじゃん。しかも1個違うの入ってる。トムとジェリー、仲良く喧嘩しなト。トム、トム、トム、ニャー,ー。ジェリー、ジェリー、ジェリー、チュー。これ当時すっげぇ笑った。もう死ぬほど笑った。ちっちゃい子、小学生の頃。 でね、これ違うんだよね。チキチキモーレース、アパッチ、平原なんか書いてあるけど、平原大突破編。えー、これでも単体で見れそうだね。うん、これ面白そうですね。うん、これ面白そうですね。ああ、こういうのも地味にね、まあ今となっては100円とかで買えるかもしれないけど、50円とか。いいですね。信長の忍び、第11巻、クーって感じだよね。11巻だけあっても。 待って、さっき、ヨワムスペダル3があったよね。ヨワムスペダル2が出ました。やったー。結構揃ってきた、ヨワムスペダル。うわー、これね、ハードオフでよく見るわこれねス、スターリースカイのなんか、でっかいボックスなんだけど、微妙になんか、別売りのを買わなきゃきついやつね。これ、テーブルに乗り切らない施設あるんだけど。てか、絶対乗り切らないよ、これ。えあー、まあ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 。まあまあまあ はい。ローゼンメイデンってやつの、これボリューム1なんですよ。初回限定版だし、ボリューム1だから、悪くないっすね。お値段の方は ?5000 円。悪くないっすね。ボリューム1なんて、っていう意味では悪くない。そして、まあ、8センチシングルがね、めっちゃ散らかってんだよな。ちょっ,と待って8センチシングルがめっちゃ散らかっちゃってんだよな。大丈夫かな。そして、 これはなんだ ?DVD。ラグナロクオンラインの DVD ですね。特典なのかなこれは。うん。でもこれで売られてたみたいね。4,800円。ただ、ディスク足りてなくないこれはいいんだけど、これいいのかなこれで。足りてなさそうだけど。どうなんだろう。して、8センチシングル先行きたいんだけど、動画的にアニメから行った方がいいよね。アニメがまだ終わってないんですよ。 なんかいいろろ普通の映画も入ってるんですよ。映画、邦画、洋画のやつも。アニメからいっちゃおう。よしょ。これちょっとゴム外すね。なぜか輪ゴムで止まってるのが多いからさ。操れ、こっくりさん。もうまあ1だからね。これ見て、まあ、レンタルで借りていこうかなみたいなこともできなくはないと。うん、1はね,ね、嬉しいね。 アニメあー,イース、アンサンブルスターズの1、ちょ特別なやつ。これはね、テニスのおじさも今どきね、テニスのおじさなんか豪華 DVD、これなんだろう、メモリアルエディションか、オンスクリーン、あ、劇場版だからまあ見れそうですね、これは。あ、ゴムで止まってるぞ、また。あ、これ、外さない方がいいのかな。 あ違う。一緒別に、まとまってるからって一緒のやつじゃなかった。えー、これね、ファイナルファンタジーのなんか、特典のディスクっぽいな、スケーニックス。単体ロアリテの100分あるんだ、でもこれ。ファイナルファンタジーの映画じゃん、これ。あ、これはまあ見れそうだな。映画なのかなわかんないけど。わかんないけど終わらせない方がいいよねち。ちゃんと見えるね。ちょっと待って。えー、っと。 ファイナルファンタジー7アドベントチルドレンっていうやつで映画かな映画っぽいね100分あるしはいなんか DVD のケースが特殊だったからゲームの付録かと思ったでこれも104分あるから映画かな鋼の錬金術師なのかなこれちょっとわからないけどなんだこれ フルメタルアルケミストだから、鋼の錬金術師だとでいいのかなそして、うーん、なんかね、なんかね、絶妙なとこ来るんだよ。ようわかんないけど、ね、尺岩のシャナ作岩のシャナの恋と温泉の公害学習だって。あ、危なごめん。カメラ当たっちゃった。 優柔不断で鈍感な男も女も恋のバトル恋と温泉のねでねまあお楽しみの値段が5000円しますからねこれはいでなんかねぎまのお祭りのやつちょっとカメラさこうしていいちょっと広げすぎるとねちょっと見づらくないからこんなにしとくかもうね これ、お値段、6000円します。見えるかなそう、あのね、この iPhone のカメラね、高画にするとね、ピントがね、ビシッと合わないんですよ。ネギマ。あー、これ辺きついな。これテーブルの上にもあんま置くのきついけど、スターリースカイの中いっぱい入ってるけど、なんか結構スカスカなやつと、黒のバスケの2と6っていうね。これきついっすね。今の束きつい。 まあいいや「は」って言ったのはでにするとしてこんな感じでテニプリの DVD いっぱいついてます入ってますってやつでまあ1本2500円とかするからまあテニプリでどっからも読んで、まあ、見てももう漫画読んでるからわかるんですよねで「は」って言った理由はあの目的のやつ入ってたはいこれだけでもう1000円ぐらいの価値ありますおそなさんの「1」と「2」完璧1と「2」完璧 これで1個5800円、ね。でま、あ中古でも500円ぐらいするし、ま、あ安いとか100円で売ってるかもしれないけど、ほぼ新品、おとましさん。やったー。1と2だし、しかも。当たり当たり。これは一応アニメになるのかなバットマン、ゴッドサムナイトだって。ええー、これ面白そう。これは当たりだな。ケース割れてるけど、ま、あケースは別に捨ててもいいし、交換してもいいんで。はい、バットマンですね。もう日本が作ったアニメっぽいね。 日本を作ったりないのかなアメリカで作って日本で翻訳したのかな当たり当たりだそして、おぉおおそ松さん3入ってるけど、ブックレットがないのかなでもディスク入ってれば別に見れればいいんで。おそ松さん3、ワン、ツー、スリー。えっと、ああ、もう8センチシングルが散らかりまくってる。わ、これやば。大丈夫なのこれ。ダークネスっていう。 トラブルダークネスのボルね、オーバーツーですね。はい。今んとここの状態ですね。もうここまで積み上がってます。これが一箱で入ってるてやばいよね。吸ってまだ終わってないからね。次は前回20本しかなかった、その洋画放画 DVD30 枚セットの1980円の残りですね。ブッシュ。はい。まあこれも単体映画なんでね。まあ、 日本のじゃなさそうだけど日本のなのかな日本じゃないね中国か韓国かの作品でしょうあーこういうのはねちょっとね僕の趣味ではないなプライベートライアンプライベートライアンでいいんだよね結構あのて結構映画チャンネルとかでよくやってるよなまあこれいいんじゃないスタートレック持ってる気がするんだよなうちにあるなこれスタートレック気になるお値段は まあいいかこれはあんま普通だからねこれもね持ってるし見たなトランスフォーマー最近のやつで、ね、まあまあ最近これはまあ持ってるしもう見たしこれもなんだろうなインターセプター面白そうだけどね大ヒット戦闘機アクション待望の初 DVD えー、どういうことこれこれ古い映画なのかなまあいいんじゃないのよそうですよね DVD かってことはもともと VSS で売ってて DVD に載ったのが初めてなのかなあ,あ伊予島からの手紙ねこういう真面目なやつも入ってるとして戦争系多いねなんだこれトムベレンジャー主演伝説のアクションシリーズ3これ何て読むんだっけ山猫って書いては眠らない33か ワンツー見なきゃいけなくもないだろうけどね。映画だから。おお、これなんかね、よく安く売ってるけど、マネーボール。まあまあでも300円ぐらいで売ってたりするから、これ面白そうだね。ブラピの映画。これは当たりだな。で、ジュラシック・パーク3。まあいいんじゃない ?3 ね。あの見たことあるな。でもまあ見ようかな。テレビで見たかもしれない。あの映画チャンネルで。あの有料のやつあ僕加入。僕っていうか、うち加入してるんで。 そうそうあこの人あれじゃんねいろいろ出てる人だねあのドクターストレンジとか007とか <laughs> 書いてあるけど007カジノロワイヤルでね宿敵として登場しそうなんだよ結構えぐい拷問してくるからねあス 3days これちょっととあこれちょっと怖いやつかなこういうの昔見たんです十九96時間だっけかな結構シリアスだったから微妙なんだよねあこれいいんじゃない ジュア・ロバース出てるじゃん。あ、でも、ケースがちょっと汚れてるけど。ええー、社会派エンターテインメントって。こういうやつ。もうみ、見てこれ。めっちゃ積み上がってきてんだけど。<laughs> ちょっと待ってこれ、大丈夫大丈夫なんだけど。えーっとね、あとは8センチシングルかなあ、違うのがあった。これは8センチではない。なん、なんのジャンルなんだろう、これ。DVD か、アニメかな 東京ゲームショーのやつ。これの意外と高いやつあるからね。下手したら2000円ぐらいのやつあったりするから、買い取りが。まあ違うかもしれない。これは違うと思うけどね。ここに入ってるってことは。ノットホーセール、テールーズ・オブ・ね、ガイデン。で。して、あ、まだなんか DVD が残ってた。あ、これ分けない方がいいかな。ネ、ね、ギマ123。あ、もうもう見せようがないんだけど。あ、こう見せないんか。はい。 ネギ昔読んだよな漫画持ってたの面白かったけどねなんか途中までは面白かった「ギマンの DVD こういうやつねこういうおまけ系のやつも入ってますということで大丈夫倒れてきたら最悪だからねこういうノットフォーセール DVD こういうのは付録のやつかなゲームの特定だったりするよねあとはね中にすっごい散らかってるんだけど 8cm シングルだね ただね、なんか当たりがないんだよな。負けないで、ザード。いや、当たりないって何で分かるかっていうと、そんな雰囲気するのよ。ラルクアンシェル。あ、なんか入ってるぞ。あ、これすごいよ。すごくないかもしれないけど、ゆず少年ってやつなんだけど、中にカード入ってる、おまけカード。こういうのね、これだけコレクションしたいから、僕は。 まあいいでしょゆずもね、僕、まあ、接点がなくもないんで、まあ、また今度話します。ね、中西、ゆず、ユズゆず、ユズ空っぽ、またカード入ってないかな、入ってない、ゆず、空っぽ、えー、っと、ラルク・アン・シエル、でもね8センチシングルもこういうのたまにレアなのあるんだよ、あ、これね、最近のなんだよ、ダンス・マイ・ジェネレーションでしょ、これ。 この前ハードオフで100円で見つけて買おうかなと思ってやめたんだよ。よかった、入ってたわ。800円って書いてある。これ当たりだな。ダンスマイジェレ,レーション。お t とお前ダンスマイジェレ,レーシっていう。ラルクアンシエル。ラルクアンシエルはなぁ。これもなんか色ろ入ってるけど、なんかディスクも綺麗。見て。ディスクが綺麗っていうのはあの、デザインが綺麗。ほら。 これ誰定価1000円パイエロットパイエロットラストレーターしてあー TM レボリューションねレンタル落ちこれもカード入ってないか入ってないかゆずゆずって結構8センチのもできたんだあこれ有名なやつねあの ブラックビスケッツのあ、ポケットビスケッツのパワーえっと、どういう歌かっていうとねえー、どういう歌だっけ <laughs> えサビで分かるんだよな南風を伝えてよあああちょっと待って思い出せるあかね千秋さん千秋さんだっけなんかなんかこの人の歌い方が独特なんだよ南風を伝えてよ、あの人どういう歌だっけあ出てこないこれう歌 南風は伝えてよあふれる思いあの人まで南風を伝えてよ南風は伝えてよ南風を伝,伝えてよあふれる思いあの日ああでもこれちょっと聞こう ごめん、出てこない。聞いてたんだけどね。知ってるんだよ、みんな。聞けば分かるよ。これね、ジュンゲルスマイルかな。白い恋人かな。花火。なんとか。これまんま見ないね。あ、岡本真弥さんね。ただレンタル落ち多いね。さっきのなんとかスマイル。で、 鉄拳 2? 鉄拳 2? 鉄拳2だけど鉄拳とは関係ないよね多分テックスマシンガンズだもんねあ最近出産してたことがバレた人だなんで隠すのそういうことを隠すって言葉でしょもう一君が最悪だからもう僕のライバルになってるからね今となってはハードファンバサダーで僕は選ばれないというねまあいいんだけどいいんだけどっていうかそんなにね悲願んでたらダサいけどね これはビーズだほんにハードオフォアンバサダー選ばれないんだよな全然選ばれてもよさそうなもんだけどねおズーチューチュートレインとかねはいちょっと分からんすこれはグレーっぽいななんかいろいろ入ってるけど歌詞カードとかか グレイ、ホワイトアゲイングレイね、かっこいいよねあの、あの歌。有名なあの歌。ラルク・アンシエル。あ黒夢だ、黒夢。ザードも中にはレアな,レアなのあるんだけど、まあ、これはそもそも状態が悪すぎるからダメだけど、ザードもレアなのあるんだよ。ラルク・アンシエル。そしてラスト1枚がハイステックブルー、春、スプリング。 で、空っぽです。今回入ってたのは、こんだけです。いや、バカでしょ、僕。<laughs> こんな。でもね、これはね、もう全部取っとかない方がいいよね。もう見たら売,売るとかして、まあ、捨てはしない、持ってない商品だからね。ただ、商品っていうか、捨てるほどではないけど、まあ、ちゃんとね、リサイクルショップ、ハードとかに持っていくとして、まあ安いけどね、買い取りは。まあ、買い取りっていうか、もうほぼ引き取りみたいな値段だよね。買い取られてないよ、その値段みたいな。 だけどまあ見れそうなのは見るし当たりもあったこれ辺とかねこの 8cm の当たりはこれこれが100円でも買うレベルだから8センチシングルは30枚で480円なんで30枚あったかなあの前回も入ってたもんな4枚ぐらいで今回おそ松さんが123揃ったんでまあもうアニメ DVD はしばらく買わなくていいかなこのおそ松さんが揃ったんで そうだね、3のこの特別版がどういうことこれケース大きすぎない待ってあコットンバッグが入ってたんだブックレットも入ってないかなコットンバッグとブックレット抜かれてるわ得点抜かれてるでもねディスクだけでいいですもうケースは制約しててもいいからもうなんか傷んでるからで123入ってて各5800円5800円5800円なんでこれだけで1万5000円なんですよ当時買ってたら。 ただねえ第1巻に入ってるのはシャープ2とシャープ3とシャープ3.5え本編69分イベントダイジェストが74分オリジナルショートフィルム2分短っだからだなそうまあでも他にも結構当たりあったんで 楽しかったです。はい。この開ける楽しみが楽しかったです。この、まあ、動画撮りながらだけど、全然この開けるのが楽しかった。なので、よかったです。ただ、今回まだ、VHS とかがあるか。VHS25 本もきついなこれは、場所が。もうね、ジャンジャン売らないときついっすよね、これ辺ね。もういらないのは。で、いるのはもうジャンジャン見て、取っとくかどうかは早めに判断しないと、 あとは女性写真集10冊セットがまだ全然来てないねあと2箱あるんですよそんな大きくない箱があ,あ1個は大きかったなあ,あ1個大きかったなあとは女性写真集と VHS だねうんアニメ DVD が案外良かったな全然テニプリとか普通に途中からでも分かるしまあ漫画読んでたからほとんどあの最あのほとんどではないけど最近のじゃないのはね中学の頃テニス部だったから もうなんか、みんな手にプリ読んでてよ。周りも僕も。で、なんかその技とかやっちゃう。スネークとかめっちゃやって気がする。結構できるのよ、あれ。まあ、漫画通りにはできないけど、すっごいドライブかけてやる,やるんだけど、結構いけるの。大きくね。まあ、ぽいことをやってた。手塚ゾーンとかあったの知ってる知ってるっていうかそうなんですよ。はい。ってことで、まあ、大当たりです。やっぱ楽しいな、それが福袋。広まってほしくて売れてほしいけど、僕が買える分は残ってほしいっていう、なんか、 ジレンマはありますよね。はい。ということで、今回の動画は以上です。説明欄にね、あの、駿河屋リンクいつも貼ってるんで、駿河屋で買い物する際は別にそのリンクの商品じゃなくてもいいんで、一回踏んでからね、買ってもらえるとありがた月一回ぐらい踏んでもらえると、あの、皆さんが買った商品のが僕が紹介したことになるんですよ。あの、そういうルールだから。だから、あの僕に紹介料が多少入るんで助かるんですよ。僕が。駿河屋からお金がもらえるというね。皆さんに別にマイナスはないです。 はい、なのでよろしくお願いします。ということで今回の動画は以上です。評価ボタンお願いします。ではまた、バイバーイ。タイトルなんてつけるか悩むんだよね、こういう動画ってね。